コパアイコンのレビューをしていきます。前足部が牛革が特徴のねスパイクです。約 269g で最近一重くて、正直ねあんまレビューしたいと思ってなかったんですけど、意外とねめっちゃいい印象で終わったんで参考にしてみてください。大迫塁選手がね白のアイコン履いてましたよ。まあ、見てもらったら分かると思うんですけど、前足部履き口ねめっちゃ分厚くてがっしりしてます。インスタにもね写真載せてるんで、またフォローお願いします。どうしても分厚いスパイクって硬いスパイクが多かったんですけど、めっちゃね柔らかいです。特に履き口のソフト感っていうのは過去一のように感じます。この最初の基礎練の時点でおって思ったんですけど、分厚いけど意外とタッチ感めっちゃいいんじゃないかっていう風にね思ってるんですよ。インステップの牛側も分厚すぎるのは間違いないんですけど、え、いいんちゃうみたいな感じなんですよ。なんかカンガルーの柔らかさみたいな感じなんですけど、クッション性はカンガルーより強いんかなって、この初回の感じやと思います。分厚いのは分厚いですね。例えばモリリアとかよりも、まあ、1.2、3倍ぐらい分厚い印象で、タッチ感はねこれ好き嫌い分かれるんかなと。コパ 20.1 と同じくね、ステッチが横方向に平行にあるだけなんで、ちょっと前足部滑るかなっていう気はします。まあ後でも出てくるんですけど、つま先の剥がれ防止みたいなグリップも僕は感じたように思います。続いて止めて蹴る。インサイドは人工比較で、これまためっちゃ分厚いんですけど、止めるがね特にやりやすいなと。アディダスマークのグリップがどれぐらい効いてるかとかはちょっと分かんないんですけど、スパイクの作りがめっちゃしっかりしてますし、重さもあってねボールを受ける吸収感っていうのをめっちゃ感じましたね。もうマジで審判が履いてるスパイクっていう感じの見た目ですよね。昔の黒白のスパイクってこういう感じでメーカーのロゴだけ違うみたいな感じだったんですけど、最近ね珍しいんで個人的にはありやなと思います。続いてインサイド台で、インステップから足首に向かってね履き口めっちゃ分厚いんですけど、そこの分厚さはねやっぱ僕はちょっと苦手かなと思います。インサイドがしっかりしてるのはめっちゃ好きです。この辺で前足部の牛革の分厚さっていうのにも慣れて、意外と牛革ってタッチしやすいなっていう感覚になってます。キックも超意外やったんですけど蹴りやすかったですね。めっちゃ蹴りやすいわ。ちょっと待って、思ってたよりも前足部の牛側の分厚さっていうのはキックの時うざくないなっていう風に感じました。多分分厚い分的がでかくて蹴りやすいっていうのはあると思うんですけど、牛側がねめっちゃ柔らかくてキックの時にへこむ感じがあるんで、インパクトはねやっぱ強くないとは思います。蹴りやすい。このインパクトの時にボールに負ける感じがカンガルーよりはちょっと強いんかなと思います。で、履き口の広さとか柔らかさっていうのはちょっとキックの軸足でもね気になる部分です。おお、曲がるな。やっぱり前足部がねかなり牛側分厚いんで、ボールの下にね潜り込ませるのは難しいなと思ったんですけど、剥がれ防止みたいなねグリップは感じましたね。カーブも思ってたより曲がりましたし、スパイクの重さっていうのもね履いちゃえば意外と慣れてくるんですよ。トラップがねいっちゃん僕はびっくりしましたね。インステップの牛側のね柔らかさ、クッション性がすごすぎてめちゃくちゃボール止まるんですよ。
入ってる。重いし分厚いからやりにくいっていうのはね、偏見でしたね。牛革の柔らかさが分厚めのスポンジが前足部に搭載されてるって感じで、もう吸収感だけ見たら過去一かなっていうふうに思いました。で、履き口からつま先まで全体通してめっちゃ柔らかくて履き心地よくて、でもね、スパイクの作りはしっかりしてるなっていうのを感じます。これはずっと感じてたんですけど、履き口は柔らかいんですけど、なんかずっと脱げそうなぐらいね、やっぱ広いんですよ。靴が脱げるとか足ひねるとかなかったんですけど、横幅的にはね、いつもよりワンサイズ下もありなんかなと。僕はちょっとネットで買ったんでワンサイズ下は履いてないんですけど、前足部の分厚さとか的に、まあ、絶対ドリブラー向けではないなっていうのは思います。タッチはね、普通にしやすいんですけど、ドリブルする人はね、やっぱりつま先がシャープなスパイクの方がやりやすいんちゃうかなと思います。履き口のね、やっぱ柔らかさとちょっと緩さっていうのが僕は苦手かなと思うんですよね。まあその前足部の分厚さとかスパイクの重さっていうのも、まあ、最初思ってたよりはね、やりにくくなくて、どっちかというと履き心地よくてやりやすいなっていう風に思ったんですよね。足に馴染んできますかっていうコメントいただいたんですけど、バチクソ馴染んできます。履き口もね、ずっと緩いって言ってますけど、やっぱめっちゃ柔らかいんですよ。でもやっぱりスパイクが重いのはもうめっちゃ重いです。走りやすいよ。僕はちょっと緩いっていうように感じたんですけど、履き口ね、分厚い柔らかい革が足首周り包んでくれてるっていう感じなんですよ。だからやっぱトータルで見て思ってたよりは絶対走りやすいんですよ。アディダスこの勾玉みたいなポイントね、めっちゃ気に入ってると思うんですけど、ポイントはね、可もなく不可もなくっていう感じで、縦の動きでも横の動きでも引っかかりすぎるとかね、滑るとかなくて、安定性はやっぱ高いなと思います。推進力とかはないに等しいっていうふうに思いましたね。分厚いイコールやりにくいではないなって思いましたし、牛革のタッチはめっちゃやりやすいんですけど、あえてこのアイコンを選ぶかって言ったら僕は選ばへんかなと思います。また履いてる人でね、ここがいいよみたいなのやったら教えてほしいです。チャンネル登録、コメントありがとうございます。